伊藤厚樹は CBC テレビのスポーツ部員で元アナウンサー。埼玉県北本市の出身で、血液型は O 型、ヤギ座趣味はスキー、ゴルフ、読書、ボーリング。埼玉県立わらび高等学校から早稲田大学法学部へ進学。早稲田大学での同期生には NHK アナウンサーの安倍渡が伊藤と同じ法学部。 毎日放送報道局局員の千葉武氏が教育学部、文化放送アナウンサーの斉藤和美が小学部、スポーツジャーナリストの生島厚氏が社会科学部にいた。また、千葉が現在も勤務している毎日放送元社長の柳瀬、明とも同じ大学法学部の先輩と誕生日が一緒に当たる。大学卒業後の1990年に中部日本放送へ入社すると、 プロ野球中継の実況を中心にスポーツアナウンサーとして活躍。テレビの看板番組の一つであるサンデードラゴンズでは1997年4月から2001年9月まで司会を務めた。中日がセントラルリーグでの優勝を決めた1994年と2006年には優勝を決めた試合の深夜の祝勝会でリポーターを務めた。 中日と北海道日本ハムファイターズが対戦した2007年の日本シリーズでは中日の首脳陣が完全試合目前の系統策を講じたことで知られる名古屋ドームでの第5戦において CBC の制作による TBS 系列向けテレビ中継で実況を担当 TBS 系列の全国ネット番組では TBS 制作のおはようクジラで放送されていた プロ野球応援バトルに中日担当のアナウンサーとして出演していた。1994年12月4日の WBC 世界バンタム級王座統一戦では薬師寺アスウェイサイドのリポーターを務めた。その一方でラジオでも数々の番組でパーソナリティを担当。2011年4月から2年間は平日の夕方に生ワイド番組勇敢厚キの メインパーソナリティを務めていた関係で放送上の名義を伊藤敦木に変えていた。また、スポーツアナウンサーとしての活動を週末に限定。それまで担当することの多かった TBS 系列全国ネット向けのドラゴンズ戦中継での実況も同僚の高田博之に譲っている。その一方で、有敢敦木の放送開始半月前に、 東日本大震災が発災したことを受けて、防災、災害関連の取材を積極的に担当。3月11日前後に CBC ラジオの番組で、被災地の現状などを報告したほか、防災士の資格を取得した、勇敢厚きが終了した2013年4月以降は、主な活動の場を再びスポーツ実況に移していた。しかし、2018年7月に、 スポーツ部へ移動。2018年7月1日に CBC テレビから TBS 系列向けに放送された中日対読売ジャイアンツデーゲーム中継でのベンチリポートとヒーローインタビューがアナウンサーとしての最後の仕事になった。ただし、スポーツ関連の取材活動についてはスポーツ部への移動後も継続する。ありがとうございます。